ポアティエのレオデガルは、メロビング朝時代のブルグンディア出身の聖人、オータン司教。聖シュグラダの子で、聖ワリヌスの兄弟。この時代のメロビング朝、フランク王国は、文王国が並立して、覇権を争う、混沌状態にあり、レオデガルは、当時最大の権力者だった、ネウストリア救済、エブロインへの有力な反対者だった。ついで目に穴を開けられる。 拷問の末に死去し、殉教者、聖人とされた。レオデガルの父は、ブルグンディアの上級貴族で、ポアティエ博、パリ博だった、ボディロン。母は、ソワソンの聖マリ、修道院の修道所であった聖シグラダである。クロタール二世一家のパリで育ち、宮廷で高度教育を受けた。その後、ポアティエの大聖堂の学校に送られ、母方のおじのポアティエ死教デジネリウスのもとで学んだ。 20歳頃、レオデガルは、デジデリウスから助祭長に任じられた。間もなくして、死罪となり、650年頃に、ボアティエノセイマクセンティウス修道院に配属された。すぐに大修道院長に登ったレオデガルは、聖ベネディクトの戒律の導入などの改革を始めた。656年頃、レオデガルは、クロービス二世の家父、バルティルドにより、ネウストリアに呼ばれ、 彼女の子供たちを教育する傍ら、フランク王国の政治に関与するようになった。この頃のメロビング朝の統一フランク王は主にネウストリアを統治していたが、アウストラシアでは、ピピン家の旧済グリモアルド一世が、メロビング家の王大使をアイルランドに追放し、自らの息子のキルデベルトをアウストラシア王としていた。659年、レオネガルは、ブルグンディアの王丹司教に任じられた。 ここでも彼は改革の指揮を取り、661年に評議会を催した。この評議会では、マニキが批判され、三位一体を胸とする、アタナシオスんじが承認された。彼は世俗化していた聖職者や教会を正し、町に三つの洗礼堂を建設した。またサンナゼールの教会を拡張し、貧者のための収容所を作った。 さらに公共施設の建物やローマ時代以来のオータンの城壁を修復した。こうした諸政策の成功によってレオデガルの権威は高まり、ブルグンビアのフランク人貴族の指導者とみなされるようになった。一方、アウストラシアでは662年にキルデベルト洋子王が死去し、ネウストリア救済エブロインの影響下にあるキルデリクニセイがアウストラシア王に即位した。 その母で、ネウストリア摂政だったバルティルドは、エブロインにより、彼女自身が建てた、パリの修道院に入れられた。673年に、ネウストリアブルグンディア王クロタール三世が死去すると、エブロインは、テウデリクを担いだが、レオデガルラ聖職者たちは、テウデリクの兄である、キルデリクニセを推して成功し、キルデリクニセは、ゼンフランクの王となった。エブロインは、 陸水揺れンに左遷され、テウデリクはサンドニに送られた。レオデガルは宮廷に留まり、若い王を補佐した。しかし673年か675年、聖人伝によれば、キルデリク2世とイトコとの結婚に反対したため、レオデガルも陸水揺れンに送られた。彼はアウストラシアの貴族も影響下に収めており、性的にとっては極めて危険な人物として、 陰謀の対象となったのである。673年に、キルデリク二世が不満分子に暗殺されると、テウデリク三世がネウストリア王に即位し、レウデシウスが救済となった。この混乱の中陸水ユレバンでは、ライバルであるエブロインとレオデガルが相手に先んじて宮廷に舞い戻ろうと競っていた。間もなく、エブロインは陰謀によりレウデシウスの暗殺に成功し救済に、 カイリザイタが相変わらず、レオデガルは彼にとって最大の性敵であった。675年頃、シャローン・シュルマルヌ司教にしてバランス司教だったシャンパーニュの大がエブロインの先導により、オータムを侵略し、レオデガルを捕獲した。レオデガルは目をえぐられ、眼下を焼かれ、舌を切られた。七十九年、テウデリク三世はエブロインの残言により、レオデガルに、 キルデリク二世殺しの罪を着せた。裁判で、レオデガルは、恒級され、フェカに追放されることになった。その途中アルトワ付近のサルシングで、レオデガルは、エブロインの命を受けた兵により森に引き出され、斬首された。この記事には、パブリックドメインである次の百科事典本文を含む、ヘアバーマン、チャールズ、エド、ストリート、リオディガー、カトリックエンサイクロペディア、ニューヨーク、 ロバート・アップルトン・カンパニー、ありがとうございます。